ドラマのあったじゃないですか、昔ね。それがなんか再放送されて、それを見たんです。さっき帰ってきて今見てたんです、1話目を。したらめっちゃ面白くて、そう、なんかハマりそうです。 もうハマりましたが、ちょっとこれから見進めたいと思いました。結構前の作品かな。ねえ、ちょっと止まらなくなるやつかも。マイファミリーっていうドラマ。TVer でやってるから、見たことない方ちょっと一緒に見ませんか？ なんか怖い、誘拐されるっていう。1話目に子供が誘拐されるんですね。そこから始まるんですけど、どうやって物語が進んでいくの？ってなって、ちょっと気になっちゃいます。1話目から気になってます。本当面白いかも。ちょっとどうなるか分かんなすぎて面白い。あ、めっちゃ話題になって、そうなんだ。あ、ありがとう、皆さん。カメさんも、ホコピクさんもありがとう。こんばんは。ちょっと、あ、そう、ネタバレ ネタバレちょっと、すいません。知ってる方。あ、ウルさんの主題歌なんだと思ってびっくり。そう、これが主題歌だったのかっていう感じで、そう、なんか一致しました。なるほどってなった。今日の髪型新鮮で、最初愛知どこが分からなかった。本当に？なんか新鮮でした？あ、公演ありがとうございました。遅くなりましたが、目撃者公演ありがとう。新鮮かな。まあ確かに今日はハーフアップにしました。ねじりハーフアップにしてもらって。あ、チーズありがとう。こんばんは。そう、伸びたね。ひろとさん、あ、まさきさんありがとう。1話目しかまだ 見てない。そう、パイオニアの時の表情が良すぎて、ありがとう。見てくれてたんだね。あ、ね、七木ちゃんとね、ちょっと話したかな。まあちょっとで、みなみちゃん、みーなちゃんって子が、言葉をね、最初間違えて忘れちゃって、なんとか行くぞ、GMH なんとか行くぞみたいな 言っちゃったらしくてね。まあ私たちちょっと準備してたから、その時に裏でなんか聞こえたメンバーと聞こえなかったメンバーいて、で私うっすら聞こえたんですけど、今のなんつったんだって感じだったの。そう、だから前座ちゃんたちが出てきた時に、写真撮影の時に触れてあげたかったんですけど、正確な答えがわからんすぎてどうしようと思って。だから終わった後に、自己紹介もし終わった後に七木ちゃんのところに行ってね、マネージャーさんとかいたんだけど、なんか違う言葉言ったみたいな言ったのよ、私が。したら、そうなんですよ、なんか間違えちゃって、すっごい落ち込んでて 落ち込んでて、で、そう、忘れちゃって言葉をみたいな言ってて。で、なんかまあ、でもさ、もうそこしか出れないじゃん。写真撮影
終わったらもうそれ以降出れないから MC とかに。なんかでもさ、触れずにいるのもちょっとかわいそうかなって、逆になんか消化できないやんって思って、一応聞いたのね、みーなちゃんに。そう、 MC でこの、さっきの件話題に出しても大丈夫かなってアリが聞きに行ったら、いいんですか?みたいな、ありがとうございますみたいな、すいませんみたいなさ。そうで、なんか初回だし、ななきちゃん、なんか、そうそう、ななきちゃんの子から発信することはできないじゃん今。だからなんかちょっと自分だったらなんか、うわーみたいな、弁明する場がないなみたいな、思いそう、ちょっと 心残りになっちゃいそうとか思うから、一応聞いてみたのね、みーなちゃんに。でもさ、聞いてさ、いやちょっと触れないでほしいですっていう 言われる可能性もあるから、勝手に言うとさ、ちょっとダメじゃん、ダメっていうか良くないので、一応聞いて、そら、いいんですかってちょっと言ってもらえたんで、まあユニット MC で一応ね話したんですけど テンパってましたね、割と。いや、で、緊張するよ、緊張しますよ。だって私たち5期生の時はそう、逆に感謝されるパターン、そう、逆にね感謝されたんで、いい子だって思いました。 この子はいい子そうやなって思いました、勝手に。 MC にちょっとさ、なんていうの、前向きな子かなって、ちょっと 今日の 一つのやり取りですけど、それでちょっと感じ取りました。なんか MC で召喚できるタイプの子だなって。いや、なんかそのみんながみんなさ、あんまり MC にこうね、失敗しちゃったこととかあんま触れずにいく子もいれば、それをあえてこうね MC で触れるタイプの子もいるし、その人によって違うから、どちらがいいとかはないんですけど、この子はあんまでも割と大事、そういうの大丈夫な子かなっていう 感じで終わりました。なので、またね、こうどっかまたひまわり公園とかかな、先は。でもどうなる、ひまわり公園一緒に出れるのかな、いつか出れたらね。なんか7期生のこう MC とかでこう話せる子ね、どんどんちょっと増やしたい 増やしたいですね。でもなんかそういうさ、裏での、楽屋でのやりとりがないとさ、やりとりがないと、なんか、あんまりステージでね、そうそう、楽屋でいろいろちょっとコミュニケーション取っていた方が、MC とかでも結構話しやすいというか、みんな。だから、ちょっと積極的にコミュニケーション取りに行こうと、努力してます。そう。そう、なんかね、やっぱ MC とかに前向きな子が増えたら嬉しいから、でもなんか、そうそう、本当ね、いや緊張しますよ。だって私たちの、私たちはレモンの年頃っていうのをやってたんですけど、覚えてますか?皆さん。私たちはレモンの年頃をね、リセットの時にやらせていただいていたんですけど、やらせていただいてたんですけど、それは、なんか、4人で出るやつで、
セリフがね、みんなあるんです。一人一回セリフ。ずっと好きでした、でも言えませんでしたみたいなセリフがあって、それをね時々間違えちゃうご期生いたんですけどいたんですけど、私も間違えたことあると思うけど、そういうのってさなかなか触れてもらえないから、そう触れてもらえないっていうか、その話す場があんまなかったりしたから、なんかそう消なんか消化しきれてなかった、そういう失敗した時みんなただただ落ち込むそうちょっとね、なネタとかにしてもらった方がネタありがたい感じでは。セリフ緊張するよ、あれもう本当に緊張するんですね、あの一人一人ね、本当に緊張して、めっちゃ緊張して、そうなんか私忘れちゃったんですけど、私と誰かとディノとイオリがいた時に、で私ヒジリとかだったのかな、サナとかだったのかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、2人目まではセリフちゃんと言えて、3人目でイオリだったんです。そしたらで4番目がディノね、最後がディノだったんですけど、イオリがディノの最後のセリフ言っちゃったんですよでディノどうするんかなってなって、でももう時間ないじゃん、あの短時間で、だからもうディノね、なんか勝手にセリフ作ってたんですよ確か。でもその事件がおもろすぎて、今日もその話になって楽屋でディノとね、そうディノがもう絶対絶命いやなんかね、ディノがちょっとアレンジした感じで言ってて、多分そんな感じで、うん、めちゃめちゃ面白くて、そんな事件をなんかちょっと振り返ってた、なんか初心に帰ってあんなことあったよねみたいな話してて、そうだからちょっとね、なんか MC とかでもねこの話ちょっといつかいつかっていうか結構まあ知ってたかな、わかんない、してないかもなんですけど、できたらしようかなって言ってるんですよ。いやしたことあるかも、研究生公演とかしてたかな、ちょっとねまた MC とかでも話すかもしれないんですけど、わかんない、ディノでもあんま覚えてないんですけど、なんかその固まっちゃうとかじゃなく何かしら喋ってたのよ、リノすごいよね、いやマジでアイリはもう後ろ向いてたから、その時はもうマジ笑いこらえてたマジで。えねえねえ、それ見たいんだよな、いつの時か忘れちゃったんですけど、そうだからなんかね、もう本当に公演生ものなんで何が起こるか分かんないんで、そういうのもね醍醐味かなって思いますし、でもその時はめっちゃ落ち込むよ、あのそういうミスするとめっちゃ落ち込むから、多分ミーナちゃんもねきっと落ち込んでるのかなと思って、私はちょっとあの話しかけに行ったのよ今日、前座がね終わあの自己紹介終わった後にユニットの前にね、大丈夫だよって、ね、面白いねって言っといたそう、あ、1804ありがとう、面白いねってそうマジで、いやなんかいいよね MC ってさ、そういうことも話せる場じゃん、なんか素敵な場ですよね、なんか消化できるんだよそこで、なんか笑い話にしようと思えばね、ね、てかいい思い出だよね、そういうミスった話とかもさ、ディノ
リノにも限らないですけど、5期生とかでもこう研究生講演とかに間違えたり、講演で間違えてたこととかも今思い返すとめっちゃ笑えるから、本当に笑い話になりますね。そう、笑えるんだよね、いつか。そう、なんかでも7期生の子がね、どんぐらいなんかこれからね、そういろいろ経験していくと思うので、なんかもうめっちゃガツガツ来る子がいてもね、私はなんか大歓迎って感じかな。なんか私マジでもうほんと毎回毎公演絶対爪痕残すぞみたいな気持ちで、あのアンダーとか入っててさ、村重さんとか下野さんとか植木直さんとか、あのみなぞうさんとかさ、なんかいっぱいいた時に、やっぱみんな先輩方喋るから、その中でなんとかもう食らいついてっていうか、もうなんか爪痕残さんとって思って、もうあのめっちゃ迷惑かけまくりましたね、先輩方に。でもそういう方が私は迷惑かけてきた身なので、それかけてくる後輩が、迷惑かけちゃう後輩がいたとしても、もう全然守ります。そう、超話してた私、喋りすぎだよってぐらい喋って、そう、そうですね。まあ公演とかでは失敗する場だって言われてたんで、マネージャーさんとかね、スタッフさんとかにも、公演でいっぱい失敗していいんだって言われてたから、そう、コンサートとかさ、広い大きな箱行ったら、なんかビビってね、喋れんくなるから、公演でミスしまくった方がいいみたいな言われてたんで、初期からね。もうだからなんかもう、公演でミスしても成長のチャンスって捉えています。そうそうね、カリカリ突っかかってくる輩もいますけど、でも失敗する場所だから、公演は。そう、先輩でも失敗するしね。そうだからもうそういう場ですから、成長の場です。そうそう、ね、まあ、だからこれから7期生の子もね、ちょっといっぱい出ると思いますけど、あのね、ちょっとこれからの楽しみ、あの H だけじゃない、前座は。そうだから、なんていうの、喋れる機会、会える機会がね、そう、H は割と7期生のことが多いから、ちょっと喋ってみたい、いろんなこと。やからなんかそう、失敗するとさ、すごい言ってくる人いるから、そう、マジで怖いぐらいに言ってくる人いるからさ、困りますよ。いや、なんかもうちょっとね、なんて言うんだろうな、多めに温かい目で見てほしいというかね、ひまわり組はそうだね、もうちょっとじゃないかな、そう、でも H 全然 H だけかな。バックダンサーとかはどうなんだ、 K4 って何かありましたっけ。
ったっけ。ないよね、警報ないよね。そうだ、H の公園にはね、まあ来てくれるので、ちょっと絡める機会ではありますね。移動するマスク、ありがとう。有丸ちゃん、大ちゃん、ありがとうございます。よくさん、ありがとう。ファンなのに、いや、そういうのはファンの方じゃないよ、言ってる人はね。バックダンサー、ひまわりのバックダンサーあるかな。ひまわりのバックダンサーどっかあったっけ。ひまわり、え、坂上がり公園ってバックダンサーあるかな。どうなんだろうね。純情主義、あー、そういうことか。あー、でもないんじゃないかな、もう終わっちゃうから、バジャドラね。どうなんでしょう。のね、まあまあまあ7期を楽しみに、あの、なんていうの、前座、前座前座も楽しんでほしいんですけど、公演をしっかり、あのね、楽しみに来てくださいね。前座も楽しみではいいんですけども、はい、ちょっと怪しい人たちが増えるのが心配だな。怪しい動きをする人たちが出てくるのは心配だね。こそこそと、もうすぐ情報はこの私にすぐ来ますから、来ますっていうか、うわ、そう、うちは用意してる人いる、早いわマジで、本当にね。そう、見疑われてる、 いないと思いますが、怪しい動き怪しい動きをね、する民が増えるのよ、こういう時期はさ。あの、誰々が可愛いっていう、そういうあると思いますけど、あの、ここ私のルームなんで、ちょっと控えてください。愛知可愛いしか受け付けてません、このルームで。他のルームに送ってください。箱押しはありがたいですね。そうそう、あの、そんなに心広くないです、私も。すごい縛ったりはしないんですけど、そんなにもう超絶心が広いってわけでもないですから、気をつけてください。よろしくお願いいたします。まあまあまあね、いないと思うけど、ここには、私のファンの方にはいない思いますけど、変な動きする方はね、まあ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 、ちょっとね、危ないね、これは。危ない香りがするからね。わざわざ行ってくる人もいるからね。行ってくる人はさようならです。さようなら。そうですよ。
ピリつく時期推しメンとファンの方のピリつく時期をこういう本当にね、まあ、ここ私とか限らずメンバー推しメンピリつく時期だよ割とね。気をつけてください皆さん。そうだからファンの私のファンの方は愛知をた愛知を見るのを楽しみに公演来てくださいね。そう他のファ推しがねまだ決まってないよっていう方とかは全然7期生楽しみに来ていいと思うんですけど、私のファンの方とかうちが持ってたりペンライト持ってくれてたり村民って生きてくれてる方もう私も楽しみに絶対来てそうですよ、それはそうなんだ、ナキコールできてたんだ、すごいね、早いね、全然知らなかったわ、全然みんな準備してた、うん、全く聞こえてないよこちらには。まあ今日はねリハして、逆上がり公演のリハして劇場公演リハだったんで、なんて言うんだろう、普段の公演の疲れとかじゃない感じだったそうなんかもう頭も疲れたし体も疲れてたから、リハでね覚えて振り入れしてもらったりしてもう疲れたのね。そうだからなんか公演の時はアドレナリン出てたんですけど、家帰ってきてもうなんかグゼってなっちゃいました。もうそう、でも明日もねリハあるし、もうずっとあるのでリハは延々と今月は延々とあるんで、そうまあ頭は痛いのよ、ちょっと痛いというかその覚えてることが積み重なりすぎて痛い。明日も一日頑張りますので応援していてください。いっぱい寝るね、ありがとう。読みます、13位ひろとさん、12位ありまるちゃん、11位谷川やたかさん、10位かめさん、9位やくさん、8位くろちゃん、7位たったんさん、6位レアルさん、5位バラさん、4位ズッキーさん、3位ちーさん、2位フォクピグさん、1位大ちゃん、みんなありがとう、足ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。いやみんな明日も頑張りましょう。おやすみなさい、ちょっと夜遅くまでありがとうね皆さん、今日もありがとう、起きてくれてありがとう、おやすみなさい、いっぱい寝ます、バイバーイ。